こんにちは。映画アブラクサスの祭り、上野常念演じました、スネオフェンです。そうですね、もうこれはもう三春のおじいちゃんおばあちゃんたちを、まあ若いやつもティーネイジャーもひっくるめて、みんな腰に抜かすぞっていうのは、腰に抜かしちゃうぞっていうのは、バンドを組みたくなっちゃうぞって、こういうライブになると思うんです。これはいいですね。これは過去のその武道館、ビートルズみたいなものですからね。ありがたいです本当に。そうですね、もうこれは映画のですね、アブラクサスのそのエンディングの、まあ、ここ本当に醍醐味だと思うんですけど、お寺でのライブをやる、アブラクサスバンド、まあ、正式にはそのバンド名決まってないですけど、まあ、勝手に言ってるだけですけど、勝手に言ってくるだけってこともないですけど、もう素晴らしい本当メンバー、ベースが、中尾健太郎、ドラム小松さん、アイゴンさん、あとは今回映画のサントラを手掛けられた大友義秀さん、大友さんは地元福島の方なんです、はい、本当にロックな面々ですよ。僕も以前にというか、夏にちょっとフェスで、この映画のアブラクサスバンドで、ライブやったんですけど、本当にまず何ですかね、音がでかい、それがロックなバンドなんです。だから本当その映画、さながらのライブ、お坊さんの格好が割と借りると高いんで、まあ、今回はあの T シャツにジーンズでさらっと、なんていうんですかね、もうこれ焼き直し聞かないぞ、もう一回って言われてもできないぞっていう感じのその雰囲気はもうビシビシあったので、寒い夜に、これは非常に現場全体がで、お話としてもとてももうエンディングの 大切なそのライブのシーンになったので、まあ一回きりないっていうのがやっぱりまさにライブっていうところはまあ大変だっていうところですかね。それはもう全然違いますね。もうバンドのメンバーもなんかもう楽しみにしていますよ本当。そうですね、まあ映画に関しては映画は本当に地元の人に支えられたので、あのまあいろんなこの差し入れからですね、まあもっとその実際その映画のシーンでその舞台になったところもそうですけども、なんかもうあやってるなっていうか、あ本当にやってんだなみたいな、あまたあのお坊さんいたみたいなあの感じのこう覗いてもらったり撮影をするとそういう感じあったので、本当まあ地域に根ざして撮ったんだなっていう感じがします。そうですね、僕も軽音楽同好会とか入ってましたけど、高校の時あのレギュラーとかないんで、あの誰もバンド組むやつがいなかったらあの自分でやればいいわけで、もう表現の仕方は自由なので、そうですね、あんまり型とか考えずに、まあ、最初全然モノマネでもいいんですけど、なんかやりたいようにやればいいんじゃないですかね。ありがたい、本当にありがたいという感じですね。もう本当にこう手を合わせてしまうような、お話一つ一つ本当にもうこのあのありがたいですからね。徳があるという。そうです、冬また行ってみたいですね。あの
その撮影してた時期みたいな。今年は多分ないんですけどまたライブとかでいろいろお邪魔するんで、また時間空いてから10年後とか行ったら思うこと違うんじゃないかな。そうですね、新潟の出身なんですけど僕は、本当にあまり僕が新潟にいる時はそういうミュージックシーン自体があまりなくて、なんでこう新潟こうなんだろうなって思いがあったんです。それでやっぱり東京とかに出てくと思うんですけど、そういう意味では福島はいっぱいいますからね。ロックバンドも多いですし、柳井さんしかり、ああいう、地元から発信しようっていうそういう動ける人がいたりするので、それは本当に羨ましいなと、思いますね。まあ今回この20日、まあ映画でもう三原お世話になって、でこのマホラー、まあ、クラシックとかは抜きにして、この、このバンドとかロックスタイルのものをやるって初めてなんで、ぜひ今後ともですね、まあ、多くのそういうバンドがこう訪れてライブやるような場所になっていけばいいなと思ってます。まあ、それ本当にまあ誰もやらないからね。柳井さんとかやらないからこれやる。でサンボとかやらないから、音速ラインとかやらないから、だからこれスネオヘアがやるんでしょう、はい、クリミで、はいはい、ライブをやります。クリミを皆さんにも一言メッセージお願いします。そうですね、多分ミハルで相当盛り上がったと思うんで、クリミの皆さんもぜひ負けず、盛り上がっていきましょういろいろ生意気なこと言っちゃったけど、絶対ライブに来てね。待ってます。